これか、これっぽい気がするかも。でもこれハテナハテナハテナだな。これでいいのかな。あ色違うから違うもんされてきそう。あ、サソリだ。何これ、先制攻撃のチャンス。じゃあファイヤーが効くでしょう。水か。じゃあサンダーが効くのでは。盗んでジャンプで、めちゃめちゃ強かったら終わるけど、180まあまあじゃないでしょうか。原石、ちなみにファイヤーはどれくらい。槍、あ、オッケー、そんなに強くない、強いけど。じゃじゃじゃーん、フライヤーの槍強い、ありがたいです。アイロンネット行ってみる。これかな。でもなんか目的の場所だったら貴族の沼、違うぞ多分。違うよね、なんかあのギザールの洞窟みたいなとこじゃなかったっけ。次行く場所、これあれじゃん、あのなんたらの兄貴とかが話してるところ。やっぱり、え、嬉しい、テレビで見てる人に会えた気分。あ、こんにちは、はじめまして、よく見てます、いろいろ教えてほしい。ああ、いいですこの子は、はじめまして、あんちゃん本当に物知りたくぽー。そうだね。え、行き先おいおい、お前らブルメシアに向かうんだったらもっと北だぞ。あ、わかった、ありがとう、わかった。え、じゃあ完全に私は迷子になってるわけですね。何も教えてほしくない。これはいける。え、何これ、ええ、あ、まっすぐしか行けないの、絶対迷子になるやつ。あ、はじめまして、腹減ったあるね。こんにちは、か、帰る、腹減ったあるね、食べちゃダメだよ。え、クゾクの沼っていうかカエルの沼。この人あれなんだよ、あのアレクサンドリアのキッチンにいた人。おっ後で来るんだろうな、完全に道を間違ってる系では。お、何これ、え、いいのかな、先に来て、こんなに。やばい、迷うぞいけるこれ。こんにちは、はこんにちは、あ、すごい神様っぽい人いる。私たち貴族はカエルが大好物あるね、カエル食べると元気出る、あるよ。そうなんだ、貴族、貴族ってことしかわかんない。あ、なんかある、あ、違う、喋りかけられるだけ。ほう、今来る場所じゃなさそうだな、完全に迷子ですよ多分。これあれだな、迷いそうと思ったけどループするだけっぽいな。こっちに行ったらあのお屋敷、うん、ここにたどり着くし、わかったわかった、複雑そうだけど多分そんなに難しくない。バイバイ、また来るね。北をチェックしていけって言われたからちゃんと北をチェックしていけます。もっと北の方だぞってことはどういうことなんだ。ピッ、クゾクの沼、リンドブルム地流の門、ギザーマルークの洞窟。あ、じゃあ寄り道してもチョコボの森よかったってことだよね。え、チョコボの森行きたい、こっちに行けばいいんだよね、向き的には。え、合ってる、え、違くない、こっちか。で、こっちに行けば、う、もうちょっと寝てほしい、カメラ、オッケーオッケー、で、こうね、この木の幹をたどっていけばいいって言ってたから、多分右に行けばいいんだと思う。多分これなのでは、これな気がする。やっぱりギザマルークの洞窟、あっていうのは分かったんだけど、それよりもこのチョコボの森っていうのに行けるなら行きたいので、ちょっと行ってみていい。めちゃめちゃ迷ったけど、チョコボの森もまあまあ遠いんでしょうね。
延長線上か。あ、いけるのかな。あ、これ橋かかってるってことはいけそうじゃない。ちょっと頑張ってみます。これチョコボの森では。来た、行くよ。もちろんチョコボが、あの巨大なチョコボが一人で歩いてた。かわいい。あれ、お出迎えしてくれたの。クポー、おいらはこの森の主メンネ。こいつはおいらの相棒チョコボのチョコだ。クエー、かわいい。そんでもってここはチョコボの森。ほんとかわいい。チョコボフォレスト。なあ、髪の長い可愛い女の子はここに来なかったか。多分来てないと思う。可愛くない女の子なら見た。そっか、こっちには来てないか。やっぱりブルメシアを目指しているのか。遠回りしている場合じゃないな。急がないと。急いでるクポ。ああ、チョコに乗っていくといいクポ。モンスターと遭遇しないで旅ができるクポ。マジか、チョコこっちに来るポ。え、でもメネの友達だったら知らん人嫌いでしょう。嫌がってるんじゃ。そんなことないクポ。チョコは気に入らない相手ならあっという間に姿をくらますクポ。チョコこっちに来るクポ。あー、嫌いじゃないけどまだ仲良くなれるかわからない段階。クイーン、あ、来た。え、行っちゃったよ。こなれぶつけ本番。はい、ギザールの野菜。森の外でこれを使えばチョコを呼べるクッポ。この森の近くにチョコボの足跡がついてる場所があるクッポ。そこでギザールの野菜を使うといつでもどこでもチョコが駆けつける。チョコはあんたのこと気に入ってるっぽ。だから呼べば絶対に来るクッポ。そんでもっておいらと人儲けしない。あいつを呼んだらここの森に帰ってきてクッポ。その時儲け話の続きを教えるクッポ。はあ、え、なんかこれ記憶があるぞ。なんかチョコボと掘ったんだよね。なんか掘りまくった記憶がある。え、この、ちなみにモーグリさんはセーブできる。ダメだった。セーブ用モーグリじゃないクッポだって。外に出て、あ、これじゃん。どれだろう。これだ。クエ、来た。ハロー、乗れた。チョコボの曲だ。ちょっとしばらく堪能していい。かわいい曲。頭が大きいね。行く？はい、連れてきたよ。ただいま。チョコ元気っぽ。クイーン。餌一つで仲良くなれたな。こんにちは、連れてきたよ。儲け話って。いらっしゃいクッポ。あんたならチョコとうまくやれると思ったクッポ。チョコボは乗り主を決めると一生ついてくる習性があるクッポ。でもチョコは初めて乗り主になろうとした人間を嫌がって逃げ出したクッポ。おいら逃げるのを手伝っちゃって以来ずっとこの森に二人で隠れて住んでたっぽ。変な人間だったのかな。さて本題、チョコには地面に埋まっているものを探して掘り出せる不思議な能力があるクポ。でもおいらチョコに乗れないから代わりにあんたに協力してほしいクポ。確かに掴めないよね多分。一回60ギルで掘り出すアイテム全部あんたのものっぽ。やってみる。うんうん、いい判断クポ。1分間60ギル。今すぐ試す。よし、ぶつけ本番クポ。あ、この曲だ。チョコの移動、地面を掘る。四角で掘るとチョコは埋まってるお宝の距離を感じて泣いて知らせてくれるクポ。あとはひたすら掘るクポ、掘るクポ、掘るクポ。はあ、クエは周りに何もない。クエは遠くに、クエは近くに、クエを発見したとき。はあ、わかった。クエ、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 あー、こっち？クエ、あれ？クエ、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 どこだ？どこどこ？クエ、クエ、クエ、あった！あ、連打ね。
オッケー、毒消し、毒消し。あ、これバス押せるのか。バス押してなかった。大丈夫なの、なんかあのくちばしが削れちゃいそう。え、あ、これちなみにさ、1回に1個しか詰まってな、捕まってないパターンありそう。どこどこどこ、クエクエクエ、どこどこなの、どこなの。あったあった、キザルの野菜1ポイント。これもう1個は無理だな。最初走るの覚えとけばよかった。終了。第一発見毒消し1ポイント、第二発見ギザールの野菜1ポイント、合計2ポイント。ありがとうございました。はい、ポイント確認。これはオイラからのサービス。何か見つけるためにポイントあげるクポ、たくさん貯めて交換してクポ。はい、スコア森、プレイ回数森。びっくりした、動物の森みたいに別のゲームもらえるのかと思っちゃったよ。へえ、何このローブオブロード、絶対欲しいけど、やばくない、この1万ポイントって。なんか1000ポイントとかのアイテムがあるのかな。もう一回穴振りする。どこだどこだ、あったあった、オッケー、目薬オッケー、あったあった、オッケー、目薬1ポイント。あと1個見つけたいぞ。なるんじゃないの、え、これになるんじゃないの。難しい。また来るか。ありがとう。くちばしレベル1。くちばしレベルがあるとオッケー。あ、乗せてくれるんだ、優しい。じゃあこのまんまなんたら洞窟に行こう。ギザマールだっけ。あー、嬉しい、モンスターとエンカウントしない。タンタン、あれ、ここどこ、え、これ何、え、これなんだ、え、これ知らんやつだ。ちょっと降りていい、バイバイしちゃうかな。はてな、来た、なんだろう。あ、これ開けられてる。あ、てか私開けたっけ、こう来たことあるっけ。な、来たことある気もするんだけど、単純にあの人たちが来ただけかな、タンタラスダの人たちが。モカコーヒーを手に入れた、シナが作ったんだ。飲んでみる、回復、行こう。待ってくれてるかな、いなくなってそう。あ、いる、ありがとう。じゃん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 。この風景変わる感じとかもセブンもあったもんね。あのレッドくんがいた町の近くに行くとオレンジになってたよね。じゃん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 じゃららんたたたんたんたららんた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 ん。あー、キピー、こっちかな、こっちだよね。オッケー、一旦ここでセーブしよう。またいつでも呼ぶクポ、行くクポ。大丈夫かな。あ、なんだこの曲、ギザマルークの洞窟、クロットかな。このざまは、おい、しっかりせぬか。ここもブルメシア王国の領域なのかな。あ、生きてるぞ、目がパチパチしてる。フライヤーじゃなんとか言え。顔が広いのかな、ひどくやられてるな。何者じゃ、車同士軍団とは何者じゃ。僕、心配するな、お前には関係ねえよ。本当だよ、ビビとやらお主の仲間が。いいな、それよりも王の身が心配じゃ。急ぐぞジタン。ガーネット、こんな危険なところに来るなんて。俺たちも急ごう。ビビはちょっと怖いよね。
死んじゃってたのかな。あーこんにちは、大丈夫ですか。おい大丈夫か。お前はあの黒魔道士たちの仲間ではないな。そうだ、俺たちはお前たちの味方だ。俺はもうダメだ。このベルを持って王国まで行ってくれ。黒魔道士の奴らは俺たちのベルを奪っていった。奴らに気をつけて王宮にいる王をお守りしてくれ。ベル、おいおい、よし任せておけ。ギザマルークのベルを手に入れた。目はパチクリしてるから大丈夫。ベルを取っていった。あ、手に入れたベルを鳴らしてみる。手に持ったベルと扉のベルは共鳴している。手に持ったベルは粉々になり崩れ去った。なんか神秘的。あ、消える。あれ、これビビのこと守ってくれた人たちじゃん。消える。あー、グエめちゃくちゃだな。やっぱアレクサンドリアの仕業なんだ。やつは何者でおじゃる。知らないでごじゃる。いや、どこかで見たことがあるでおじゃる。そうかな、知らないでごじゃるよ。とりあえず消してしまうでおじゃる。それがいいでごじゃる。わあ、戦うのか。どうなるんだろう。ビビ戦いたくなさそう。でも多分普通にパーティーにいるんだろうな。こんにちは、こんにちは。どんな気持ちなんだろう。絶対嫌だよね。ファイヤーで殴る。物理盗んで倒せるかな。まあまあ強い。やったやった、ようやくやった。 OK。 テント、そんな大したもの持ってないかな。それなら普通に戦った方が良さそう。結構ダメージきてるから。やり、オッケーオッケーオッケー。ラララタラーン。フライヤーがあんまり女の子だって実感があんまりないんだよね。喋り方がたくましいから。オッケー。うひょー、凶暴のやつらでごじゃる。逃げるでおじゃるよ。凶暴、凶暴じゃない。あ、いっぱいいるじゃん。ちょっとちゃんと回復していく。来るよね。切る。オッケー。ギザマルークのベルを手に入れた。あの敵を持ってたんだ。この敵は全部やっつけたのかな。あ、あそこのベルね。あれ、でもいっぱいある。ここも鳴らせるし、ここも鳴らせるってこと。え、順番はどうすればいいんだ。あ、普通の敵もいるってこと。それとも黒魔導士兵かな。あ、普通の敵だ。スケルトンだ。ちゃんと鳴き声がある。順番がわからないな。上にも行けないし。まずこっちからやってみる。あ、鳴らせるかな。手に入れたベルを鳴らしてみる。手に持ったベルと扉のベルが共鳴している。手に持ったベルは粉々になり崩れ去った。合ってなかったら開かないのかな。綺麗な場所。あ、なんだ。ミスリルの固定。あ、武器だわ。これ武器じゃない、防具だわ。装備で。あ、これなんだ。三角帽子、三角帽子。これも装備かな。回ってきた。あなたどうした。モーグリじゃないか。どうしたんだ。あたいの主人がこの大きなベルの中に入って出られなくなったんです。クポー、かわいそうじゃの。助けてやろうではないか。あたいたち今ここで結婚式を挙げたばかりなの。それなのに突然変な奴らが襲ってきて。かわいそう。こんなことになるなんて。クポー。だけどこのでっかいベル普通の力じゃ持ち上がらなさそうだぜ。困ったの。そんな、クン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 。なになに、怪しくないよ。あ、あの、僕、はっ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 、あなた、あなたね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 、あの、もしかしてもしかしてもしかして、クパのピを持っていらっしゃらない。あ、持ってるよ、もらったやつ。うん、
リンドブルムでもらったやつならあるけど、あのそれいただけないかしら。あげる。また買ってあげるよ、ビビ。ありがとう、グポン。え、この匂いに釣られて出てくる？あなたの大好物のクポの実よ。落ち着いて。クポ、あなたクポの実大好き。クポ、え、あなたどこ行くの？とにかくありがとうございました、あなた。大丈夫かな、あの新郎新婦。まあ、唯一クポの実が好きすぎて、あ、助けてあげたことによってこれが取れるようになるってことかな。え、でも助けてあげなかったらあのまんまはかわいそうだな。ギザマルルークのベル、ベルか。あ、じゃあ助けてあげないと進めなかったってことね。え、どうしよう、ここでも戦う。え、明らかに何かの女王様、いいもの持ってそう。これはこれは盗ませていただきましょう。ラミア、ラミア、ラミアってなんだっけ、なんか変な魔法使ってくるんじゃないのかな。誘惑、誰も誘惑されないで。チーターやばい、混乱してる、これやばいな。万能薬2個しかないでしょ。え、どうしたらこれ元に戻せるんだろう。あ、攻撃したら元に戻せる。チーター、あ、もらったもらった。え、108も食らったんだけど。え、ビビ強すぎじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー、盗んで。108はやばいな。ジャンプで黒魔法切る。え、今ビビで攻撃して108食らったよね。誘惑、やだ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 、チタンが誘惑されすぎ。盗む予定なんだけど攻撃しちゃうかな。あ、戻った戻った、オッケーオッケー。ジャンプ、ジャンプの間攻撃食らわないからありがたいけど、盗んでファイヤーで。そろそろ盗めない、そろそろ倒せてもいいぐらい。あ、オッケーオッケー、倒した。大したもの盗んでないけど。ビビお疲れ。タッタタン。え、ちなみに戻れる？こっから戻れそうだね。出られない。わかった、はあ、あ、まあどっちにしろどこ開けてもここに行く予定だったのか。扉を押してみる、開かないよね。手に入れたベルを鳴らしてみる。ティンゴンティンゴン。手に持ったベルと扉のベルが共鳴している。手に持ったベルは粉々になり崩れ去った。もう前の部屋には戻れないのかな。あ、モーグリさん、あ、よかった。クポの実うまい。クポ、君はクポの実好き？もう好き。君とは気が合いそうだな。それだけ？さっきはありがとう、クポ。これで幸せな生活が送れると思います。あ、もぐみになんかなかったっけ。なかった。あ、モードンから手紙が届いているの、クポ。きっとあたいたちの新婚祝いなの、クポ。早速一緒に読んでみる、クポ。はい、モードンからもぐみへの手紙。今年のリンダブルムの狩猟祭はすごくエキサイトした、クポ。なんと最高狩猟ポイントは261ポイント。優勝したのジタンって人だ、クポ。去年優勝したベルナさんの174ポイント大きく上回った、クポ。まだ興奮が冷めない、クポ。近況報告だった。新婚祝いじゃなかった、クポ。でも面白い話だった、クポね。あ、もうない、お手紙来ないかな。オッケー、一旦セーブしとく。敵がまあまあ強いし、ポーションの使い方がえげつない。あれ、でもどうしたらいいんだろう。あ、ちょっと待つ、クポ。何、クポクポ、これ持ってけ、クポ。ホーリーベル、ありがとう。またクポの実を持ってきてほしい、クポ。わかった、俺ってこと。いいよ。
クポの実また食べたい。クポもう一個ぐらい持ってないのかな。あ、持ってなさそう。売ってないもんね、なかなか。じゃあきっとこれでしょう。ホーリーベル、手に入れたベルを鳴らしてみる。音は一緒だよね。手に持ったベルと扉のベルが共鳴している。手に持ったベルは粉々になり崩れ去った。行きましょう。あ、水路か。お主大丈夫か。フライヤーさん気をつけてください。キザマルーク様が変な二人組に操られ、あれ狂われております。あ、キザマルークってモンスター？リワイヤさんみたいな感じかも。ボス戦です。これは盗めって言われるやつ。なんだろう、竜かな。そっちに出てくると。オッケー、頑張るよ。盗みたいけど。おお、もともといいやつにも見えない顔だけど。ギザマルーク、ファイヤーがサンダーがいいかな。スロー効くかな。スロー聞くとありがたいけど。時短は盗んでください。聞いた聞いた、ジャンプで。エリクサーを盗んだ。オッケー、幸先いいぞ。体当たり195、強たったった129、ぼちぼちです。頑張って。フライヤーが300で入ると嬉しい。サイレントボイス、あーやばい。あ、無言。あ、そうか、できないのか。アイテムで、山彦そうだね、持ってるから。ビビで、ウォーター、強い。レベル上げしてるとはいえちょっときついかも。わー、サイレントボイスは大丈夫。盗んで。盗めなかった。もう一回だけ盗みたいな。ウォーター、これ強い。200ぐらいいくから、これでまあまあ盗んでほしい。次いいものを盗んで。盗めなかった。次じゃあ攻撃いこう。じゃ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 、630。時短は結構攻撃が入るので。やばい、ポーションを時短に。やばい、これもう一回来たらきつい。あ、死んじゃう、もったいない。あ、2だ、まだ生きてる。盗んで。早くポーションお願いします。ビビ、早くポーションお願いします。 OK。 死んだかと思ったのに生きてたぞ。三角帽子を盗んだ。大したものじゃない。槍、いける。まだいけない、盗めなかった。もう戦おうかな、そろそろ。タララ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 ラ、やった、多分やったぞ。正気になってくれ、正気になってくれ。正気になるのか、殺してしまったのか、どっちだ。じゃーらーらったらーん。 OK、 貴様ルーク様が荒れ狂うとはただごとではない。王が危険じゃ。ジタンは考え事してた。あ、これはスタイナーの足音。はっ、え、よくたどり着いたね、ここまで。国境の南ゲート、ソースケート。